こんにちは、ハルです。今回は表の行列、データベースの縦軸と横軸を簡単に入れ替える方法を演習していきます。実務において販売実績などをまとめた表を作成していると、この表は見出しと項目を入れ替えた方が見栄えが良さそうだった、より伝わりやすかったのではないかと途中で気づくことがたまにありますよね。目指しているのがサンプルにあるようなコンパクトな表であれば最初からやり直しでもいいんですが、これが縦にも横にも膨大な情報量を抱えたデータベースだった場合、一から再構築していくのは非常に手間がかかってしまいます。そこで今回は作成した表の行列を一瞬で反転させる方法をご紹介していきます。第三者から受け取った表の縦横方向を入れ替えたいシーンでも便利に使っていただけるテクニックですし、動画の後半には縦方向に入力したデータを別の表の横方向にアウトプットしていく方法もご案内しますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは早速やっていきましょう。まずは行列を入れ替えた後の表を一旦リセットします。最初に最もオーソドックスな内容をご説明していきます。まずは縦横方向を反転させたい表を全て選択します。ここでポイントになるのは対象のデータ範囲の中に結合セルを残しておかないことです。もしこの中に一つでも結合された範囲がある場合は、リボンのホームタブにあるセルを結合して中央揃えのリストを開いてセル結合の解除をしておきましょう。下準備が整ったら、この表をコピーまたはカットしていきます。今回はコピーでいきましょう。そして貼り付けたい先にカーソルを合わせて、ここでマウスの右クリックを押します。すると開かれたメニューに形式を選択して貼り付けという項目があります。これをクリックしましょう。このような画面が開きます。ここでは貼り付け元のデータから、例えば数式を貼り付けたいのか、値を貼り付けたいのか、また書式を貼り付けたいのか、コピー&ペーストやカット&ペーストの形式を選択することができます。貼り付ける内容としては、まずデフォルトで選択されているこの全てのままでいきましょう。これによって数式も値も書式も全ての要素を貼り付けることができます。そして今回設定していくのは右下にある行列の入れ替えです。このチェックボックスにチェックを入れて OK ボタンを押しましょう。これによって貼り付け元の表の全ての要素を行列を反転させた上でコピー&ペーストすることができました。見出しや項目の書式も全て適用されていますし、値の表示形式や数式についても抜け漏れなく反映されています。貼り付け元のデータがこれぐらいシンプルな表であれば今実行した手順だけで済みますが、実際に皆さんが扱われる表はもっと複雑な構造をしていますよね。特に厄介なのが罫線です。例えばこちらの表にこのような罫線が引かれていたとします。この状態でもう一度先ほどと同じ手順で行列を入れ替えて全ての要素を貼り付けたとします。するとこのように罫線だけは言うことを聞いてくれません。こうした場合にどうやって貼り付けていくかというと、もう一度指定の位置にカーソルを合わせて形式を選択して貼り付けるメニューを開きます。まずは忘れずに行列の入れ替えをチェックします。そして先ほどは全ての要素を貼り付けましたが、今回は右にある罫線を除く全てを指定します。この状態で貼り付けを実行しましょう。こうすることで項目や見出しの書式はもちろん、値の表示形式やパーセント表記の表示形式、さらに数式も残した状態で、あとは罫線を引くだけという状態にすることができます。さっきのようにバラバラな罫線を一つ一つ直していくよりも、罫線だけはまとめて引き直しという方が非常に効率的ですよね。なお形式を選択して貼り付けるメニューには、今回の罫線を除く全て以外にも数式と数値の書式だったり、ドロップダウンリストのような入力規則の要素だけを貼り付けることもできます。お好みで使ってみてください。それでは続いて縦方向にインプットしたデータを横方向にアウトプットしていく方法をご紹介していきます。データを入力していく様式とその内容をシェアする様式が異なる場合に使っていただけるテクニックです。ぜひお付き合いください。ここではトランスポーズ関数という関数を使っていきます。どんな関数なのか実際に入力していきながらご説明していきます。イコール TRA まで打ったらトランスポーズ関数が候補として選択されます。引数を見ていきましょう。配列というのは行列を入れ替える前のデータ B3 セルから D5 セルの範囲を参照します。たったこれだけなんですね。計算を実行してみると、実際に関数をインプットしたのは現在アクティブになっている G3 セルだけですが、ワークシート上に少し浮かび上がるイメージで行列が入れ替わったデータが反映されます。試しに H3 セルをアクティブにすると、数式バーにうっすらと G3 セルにインプットしたトランスポーズ関数が表現されています。 I3 セルも I4 セルも他のセルも同様ですね。これは Excel のスピルという機能です。一
起点となるセル、今回の場合は G3 セルにトランスポーズ関数を入力したことで、参照元の3列3行分と同じ範囲にデータが適用されます。これが例えば D5 セルではなく D7 セルまで参照範囲を広げた場合は、元々の3列5行分のデータがトランスポーズ関数によって5列3行の範囲に適用されていきます。入力用の様式に追加でデータをインプットしていくと、トランスポーズ関数が機能している範囲には横方向に入力内容が反映されていきます。ちなみにスピル機能が適用されているデータ範囲に直接データをインプットしてしまうと、このようにエラーが返ってしまいます。そのためスピル機能を適用していく範囲には直接データをインプットしたり、そもそも不要なデータを残さないようにしておきましょう。以上のように今回は表の行列、データベースの縦軸と横軸を簡単に入れ替える方法をご紹介しました。縦横方向を入れ替えた方が良かったなと途中で気づいた場合や、データをインプットする様式とその内容をアウトプットする様式で行列が反転したフォーマットを使用している場合に大いにお役立ていただけるエッセンスですので、皆さんの日々の業務に合わせてぜひ試してみてください。このようにこのチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。